せラッシュ、当然だけど大渋滞、高速道路の車は全く進めない、だから電車にしようって言ったのよと女房は今更どうしようもないことを言う。子供は最初のうちははしゃいでいたくせに、飽きると5分おきにねえまだばかりを繰り返す。いやわかんだろう、さっきから全然進んでないんだぞ。女房はイライラした声で静かにしなさいと怒る。車はトンネルに入る、書類に排気ガスが満ちてくる、タバコを吸いたいが窓は開けられない。女房は実家の母親の悪口を言い始める、そして兄貴の嫁の悪口、親戚全部の悪口へと続く、いつものコースだ。子供はトンネルの真ん中あたりでおしっこと言い出す。女房はヒステリックな声で我慢しなさいと怒る。ほんの数分で子供は我慢できない漏れるとか言う。女房は叫ぶ、我慢しなさい、私だって行きたいんだから。火がついたように泣き出す子供。俺のせいか、全部俺のせいか、俺も辛いとは思わないのか、歯を食いしばってハンドルを握りしめても何も言わない。俺は男だ。ヘトになって帰宅する。女房の怒鳴り声と子供のすり泣き、どうしたんだと話を聞けば、偏差値が低くて志望校へ行けないと。いいじゃないか、どんな学校だってとなだめると、気が狂ったように女房は喋り出す。子供の将来についてあなたは真剣に考えない、私にばっかり面倒くさいこと全部押し付けて、受験に失敗したらどうなると思ってるのよ。あなたみたいに小さな会社にしか就職できなくて、出世も全然できなくて、給料も少なくて、いつまでも賃貸マンションにしか住めなくて、めったに家族を旅行にも連れて行けなくて、女房に贅沢の一つもさせてやれなくて、そんなつまらない人生だったらどうするのよと。俺のせいか、全部俺のせいか、俺も頑張ってるとは思わないのか、テーブルの下で拳を握りしめでも何も言わない、俺は男だ。俺こそ男だ。